はい、アサシンクリードバルハラ続きやっていきたいと思います。今回パートは前回パートの直後ですね。投票席の落ちどころということでね、また絶対さ、なんか前回の後に見てたらさ、どうも古き結社っぽいんだよね、アチャがね。わかんないけど、やっていきましょう。アチャ、準備は済んだのか。もうすぐ集会議が始まります。一緒に来てくれますか。その方が心強い、うん、ああ、ぜひこの目で集会議を見てみたい。案内を頼む。なんか気に食わねえんだよな、こいつ。投票はいつ始まるんだ。12人の諸侯がすでに石を投じていますけれど、同数で割れています。3人に4席ずつ。あなたの票によって1人に決まるでしょう。なんだって。誰が決めた。3人の候補者全員があなたを信頼しているようです。司教でさえあなたを気に入っておられる。むちゃくちゃな。うん、アルフガーもフンワルドも襲われた。司教も怯えてる。この投票を止めたい奴がいるようだ。アチャ、お前だな。神のご加護により企みは失敗しました。守ったのは私だ。あんたの神じゃない。あなたの選択に神のお導きがあらんことを。ええ、あくまではなく、まあ話を伺っていきましょう。話を聞いても。君が最後の票を投じるというのは本当なのか。そのようだ。何か助言があれば聞かせてほしい。フンベオル卿は勇敢で誠実だった。無鉄砲なところもあったがね。息子も彼によく似ている。だからこそ私はフンワルドを選んだのだ。うん、なるほどな。まあだけどこう聞いていくとまたな。セオウルフ王の使いで来たのか。そう、指示を伝えにな。どんな結果になろうと王はそれを祝福する。なるほど、聡明だな。良い王だ。話になんねえよ。側から攻めるか。これは？うん、なるほど。グリム、また会えてよかった。これはこれは、エイボル。ブリテン島をデエンジンがうろつくのも当たり前になってきたみたいだな。それでお前はどの立場だ？アルフガーの友人でいいのか。友人だ。それにあいつはいいやつだ。だが俺は司教に投票した。司教に？変わった戦略だな。あのキリスト教徒たちは動かしやすい。戦いを避けるためならデエンジンの要求を何だってすぐに飲む。なるほど。で、お次。選んでくれれば勇猛なる白鳥の家が再び栄光を取り戻すだろう。こっちから来ましょう。エイブル、臆すことなく集会議へ来てくれたこと感謝する。推薦されたと聞いて驚いたぞ。正直私自身も驚いた。だが私の正しさを主にご判断いただく良い試練だ。私の導きでこの州は無秩序から回復しつつある。主は私がリンカンシャーの民をどれだけ愛しているかご存知だ。君の手も正しく導いてくださる。大胆な策略だな。見上げたものだ。いずれにしても君には感謝している。主が共にあらんことを。後ろのおめえが気に食わねえ。あちゃ、じゃあ最後。調子はどうだ。僕は情熱的で意志も固いぞ、エイボル。僕が大衆になったらこの地を喜びで満たそう。民を正しく導くのは簡単じゃないぞ。覚悟と決断力、失敗を恐れない勇気がいる。なあ、分かってる。もちろんだ。知恵と力と勇気の全てが求められる。僕はこんなところで終わったりはしない。大丈夫だ。それを聞けてよかった。いやー、頼りねえんだよな。白鳥で行こう。
3人の候補、3通りの未来。王院来た。一番見事に踊る操り人形はどれだ。これは我が戦士団のための選択だ。時が来た時、最も助けになるのは誰だ。他人がお前をどう思うが関係ない。自分のためだけに選べ。それぞれに長所と短所がある。フンワルドは特別賢いわけではないが、情熱と思いやりがある。どちらも助けを求めるには心強い。信じてるぞ。勇猛なる白鳥よ、誇り高く羽ばたけ。悩ましいな。あの司教はアチャがいなければ投票してたけど、法に乗って開かれた州会議によりリンカンシャーの大使が決まりました。先に旅立たれたフンベオル教のご子息、リンカンシャーのフンワルド教です。なんて言ったらいいんだ。本当にすごく心の底からありがとう。これ以上なんて言っていいか。顔色悪いぞ。わからないよ。父上が恋しい。僕がこの場に立つことなんかより父上が生きてて、いや僕は全力を尽くす。みんなの全てのために。さあ祝杯をあげましょう。乾杯。新たな大主に。毒殺されるなよ。ご存知の通り、この集会議の決定はあくまで助言、仮のものです。ん？なんか来た。これをもとに王が承認なさるでしょう。新たな王、我らがチェオウルフが。ですがご心配なさらずに。チェオウルフ王は皆に平等な方。この結果をお認めになるでしょう。我らのよき崇高な友エセルウィズが腐敗した病魔に衆が乗っ取られてしまった。それを癒やす術は一つしかない。司教、これは一体。リンカンシャーの諸侯たちを構えろ。古き者たちのために全員殺せ。やっぱそっか、お前もか、司教。お前か。やばいやばい。はい、そんな感じでフリーズしちゃったんでちょっとやり直しております。大丈夫か。フンワルド？アクソンの神のやり方か。おい、司教、何が。とんでもないことが起こったぞ。遅かったか。まだ息があるものを探せ。しっかりしろフンワルド。今はお前が大使だ。軍師として進言する。この惨劇の首謀者をすぐに追うべきだ。まだ近くにいる。先に死者を弔うべきじゃないか。優しすぎるな。決めるのはお前だ、大衆。ああそうだな。死者を弔い、それから民兵を募る。私が行くしかないかって感じかな。
言葉もありません。まさか神に仕える者が私は亡くなった方々に祈りを捧げ、傷ついた方々が全て癒えるまで世話をいたします。無理はするなよ。あなたにもエイボル、神が、いえ神々が共にあらんことを。神々ってお前も異端者か。はい、剣の振るアネカストレ。戦士ではない、大勢の罪なき者が殺された。ヘレフです。奴は悪魔に取り憑かれているに違いない。人殺しがこの州を。どうか、まあ行きましょう。偵察だスニ。結構離れてますな。まあじゃあ、特に何もなければね、近くまでカットしたいと思います。 400m ぐらいね。行きます。 60m、 あそこにいるみたいですね。まあそのせっかくなんで、その前にこれ壊していっちゃおう。いただきましょう。白昼堂々と攻撃を仕掛けてきた。あの男はどれだけの憎しみに。何か分かったか。ヘレフリスはあの襲撃の後、アネカストレの砦へと向かったらしい。アネカストレ、民兵をそこに招集させた。かなりの規模だ。皆があなたの命令を待ってる、エイボル。お前の命令だ、大衆。ああ、そうだ、そうだった。僕の命令だ。けど、なんて言えばいいんだ。さあな、野営地まで一緒に行く間に考えよう。じゃあ行きましょうか。ヘレフリスは父上の友人で、僕を可愛がってくれてた。彼は一体何に取り憑かれたんだ。襲撃の前、奴は古き結社の名を出した、うん、何に取り憑かれてるかは分かってる。そうなの。その話はまた後だ。この一件はマーシア中の教会で物議を醸すことになる。ヘレフリスは司教の地位に新たな汚れをもたらした。キリストってのは弱そうだが面白い奴だ。それなのに信徒にはキリストのような奴は滅多にいないな。今日は僕にとって大切な日になったよ。当たり前だよ。があったが、僕の中にはちゃんと父上の魂が受け継がれていると分かった。あなたのおかげだ。いつかリンカンシャーの救われた日が歌われるとき、あなたの名前は何度も死に繰り返されるだろう。気が早いぞ、フンワルド。そうだよ。歌にするにはまだ肝心の部分が残ってる。戦場の詩だ。君らは本当に戦いが好きだな。私はそこまで乗り気ではない。司教、何を企んでる。邪悪な司教など恐るるに足らず、エイボルがいればあんな奴はすぐに敗北する。アチャはどうしてると思う。彼女はヘレフリスにとても近かった。修道院が悪魔に襲われたかのように感じてるだろう。かわいそうに。少し話をした。落ち込んでたが仕事は山ほどある。大丈夫だろう。いや、神々とか言ってたしな。リンカンシャーの民だ。これを忘れるな。俺の祖先は人事王家のために戦った。今日はその記憶を取り戻す日だ。戦いが待ってる。指揮官がついたぞ。俺たちはいつでも戦える。ああ、行こうか。エイボル戦士長、ここに集まった民兵で戦いに勝てると思うか。勇猛果敢に戦えばその先に勝機は生まれる。バルハラは勇猛なる白鳥の兵を迎えてくれる。もちろんだ。お前の栄光の旗を掲げろ。さあ行くぞ。じゃあ始めよう。攻撃を始めよう。兵に指示を。最初の目標は外壁の突破だ。その後中にいる兵士を片付ける。さて、毎回とちょっと苦手なあれだよな。エイボルも働く。はい、じゃあほいじゃあ行きましょうか。さて、バウアー。まあ小規模だな。あ、で右奥にもあるんだ。続け、リンカンシャーの兵士たちよ。城門を破るには波状槌が一番だ。手をかけ。
まあ、行くしかねえか。頑張れ頑張れ頑張れ。あ、こっちにはしごあったんだ。生かしてくれ生かしてくれ生かしてくれ。ほら、最後の時。おい、ほい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 。皆殺しに。オッケー、ありがとう。ちょっと一回らそうか。女壊れた、はしごついはしてろ、もう必要ない。オッケー、どんどん行くぞ。ボケっとしてたら置いてかれるから早いとこ行かないとな。次、よっしゃ。スプリンガルドが攻撃すれば、なんか言うとってね。戦いに戻ろう。爆破？裏からなんとかできねえのかな。すぐ死体に先に行く。おい、オッケー。この武器で行くか。これでいけんのかな。障害物を破壊するって言ってんだけど、あ、いける、いけた、いけた、いけた。オッケーオッケー。で、次は向こうか。めっちゃいっぱい出てきた。まあ毎回のことだよな。どこ壊せばいいの。上から行かないかんか。行こう。あばよ。いける？ちょっとちょっとちょっと無理か。よしこ。正気じゃない。いえ、司教はどこにいる。狙いは奴だけだ。司教なら礼拝堂だ。隠れてる。あの臆病者。あの教会から出てくる者には必ず裁きをする。よいしょ。上から登ってく。で、あのなんか穴が開きそうだよな。反対側から塞がれてるよ。上の屋根のとこにさ、壊せそうなとこ見えたよね、一瞬。あれ、いけんじゃない。ダメ。それか周りからどっか入れんのか。
いや、ここまで登ってくる必要なかったか。さて探しましょう。あそこか。もういいです。我々は戦いに負けました。神の使命を果たせ。この異教徒を殺すのだ。おい、まあ皆殺しよう。おい、おおおお、いっぱい来たぞ。よいしょ。さて、どうした？私はあの日死んだ。この偽りの十字架と衣に身を包んだあの日に結社の光を広めるため自らを捨てた。平凡な宗教、平凡な民の頂点などに何の意味がある。古き者たちのように生きていれば。それこそが人の愚かさだ、ヘレフリス。クソまみれの豚のように過ちにもがき苦しみ、受け入れるべきだ。いやね、ついついちょっと人を殺しすぎちゃったな。はい、お疲れ様でした。終了。で、これで宴をやって、ちょっと待て。またちょっと出てきたぞ、情報が。こいつね。で、思わぬやつが出てくんだよな、きっと。ねえ、これを見てさ、追ってけばね、はい。鍵が下にあるぞ。ちょっと探索しますか。特になんもなさそうな感じはあるよね。ちょっとマップ見てみましょう。もうないもんな。装具とかもないし、このまま上がって、フンワルドに、ちょっと報告しますか。エイボル、司教は亡くなったのか。ああ、最後までよく回る口だった。僕は悲しくないが、アチャはしばらく嘆くだろう。まあ、褒める前に。リンカンシャーの大使よ、ここからが本当の戦いだぞ。まだ戦場の音が聞こえてるんだ。ようやく人の上に立つことの意味が分かった気がする。それでいい。できれば一つお願いがある。飲むか。言ってみろ。
大使の立場には危険がつきまとう。少なくともしばらくは。スワンブローをあなたの定住地で受け入れてくれないか。せめて危険が去ったと思えるようになる日まで。喜んで受け入れよう。ありがとう、我が頼もしき強戦士。強戦士？暴れ回るあなたが見られなくなると、ここの酒場も寂しくなるよ。我らはもう友人だ。これからは互いを守り合う。まあ言ったな、お別れっていうのは嫌いだ。またすぐ会える、うん。これでまた同盟クエストが一つ片付いた感じから。風がランビーの元へと帰ると言ってるようだ。いい知らせを届けに戻ろう。そうだな。じゃあこのまま報告に向かいますか。はい、リンカーシャー編終了。フンワルドの物語ということでね、報告する直前までねカットしたいと思います。はい、戻ってきたけど。ちょっと落ち着いて。なんかやってる。報告だけじゃ済まなそうだな。どうかしたか。また揉め事よ。いつものようにホルジャーが騒いでる。あなたが判断してくれる？それは市長の役目だ。シグルドに行ってくれ。部屋から出てこないの。今これができるのはあなただけよ。いや、できる立場じゃ。お願い、シグルドが回復するまででいいから。わかった。今だけだ。で、どういうことなんだ？ホルジャー、前に出ろ。言い分を述べろ。それぞれの話を聞いて、公正な決断を下す。グドルン、話してみろ。所持品が奪われ、汚されたんだ。あれは3日前だ。私はハンプが何枚か消えてるのに気づいた。定住地はあちこち探し回ったよ。そしたらホルジャーの家の前にあった。堂々と飾られてた上に汚されてた。落書きとくだらない物語で。でたらめ言うな。ホルジャー黙ってろ。裁判の決まり事は知ってるだろ。それでグドルン、ハンプを見つけた時お前は何をした？ホルジャーに詰め寄った。銀を払えとね。だってこいつに落書きされちゃもう交易には使えないだろ。奪われたものに対する支払いを求めただけだよ。なのに断られた、うん。つまりホルジャーがハンプを盗んで汚した。だからその支払いをしてほしい。そういうことだな。その通り。なるほど。ホルジャー悪そうな感じだけど、言い分は？お前の言い分は？あれは数日前だ。船着き場でカビだらけのゴミの山を見つけたんだ。それで使えそうなものを拾った。でガフとして使おうって思ったんだよ。新しい物語を伝えるためにな。その布はあまりにボロボロで人目のつかないとこにあった。だからゴミだと思ったんだ。誰かが捨てたもんだと。なるほど。俺の行動は潔白だ、エイボル。だって泥棒が盗んだ品を堂々と掲げるか？ありえない。なのにグドルンは俺が盗んでダメにしたって言い張るんだ。俺は野ざらしだったゴミを拾っただけなのに。バカバカし。俺が犯した罪といえば、古びた醜いゴミに新たな役割を与えたことぐらいだ。つまり自分で捨てたくせに返せと主張するグドルンが理不尽だと。ああ、その通りだ。もういい、十分わかった。これ難しくない？あの稼げたのにホルジャーが将来の儲けを奪ったんだよ。あれはゴミだった。いや、今はもうゴミじゃないぞ。俺がその価値を高めたんだ。感謝してほしいくらいだね。ああ、感謝してやるよ、この手でね。静かに、話をさせろ。いやー、むずくない？はぁ、ちゃんと大切に扱ってない、置いとかなかったグドルンが悪いってことにしようか。よく考えたが、これは明らかに。これは何なんだ？何をしてる？ホルジャーとグドルンが揉めてたから判断を下そうと。それは俺の仕事だ、エイボル。知ってるはずだろ。そこをどけ。どうした、シグルド？いなかったし、邪魔をしたくなかった。出しゃばった割には薄っぺらい言い訳だな。十分楽しんだから。
歌い終わったか、我が主人よ。市長、聞いてくれ。俺は黙れ。もういい。判断に必要な話は十分なほど聞いた。ホロジャ、俺が知る限りお前は嘘を紡ぎ出す。お前は子供の心を弱らせ、大人の心を惑わす。俺はずっと大目に見てきた。だがお前はそれに感謝し、謙虚になるどころか嘘つきホルジャーとして落ちぶれていった。怖い。今や盗っ人ホルジャーとなり、女の飯の種を奪った。しかも馬鹿げた物語のもとに。シグルド市長、それは違う。この件はお前の行動が原因だ。よってお前にはグドルンに半布30枚分を支払った。ああ、そっちの方がいいかもな。30枚？冗談だろ。それじゃ破産しちまうよ、シグルド。冗談を言ってるように見えるか。払わないなら追放するぞ。シグルド市長、私が求めてるのは1枚分だけで、あとは別に。30枚分だ。金で支払え。それが俺の決断だ。エイボル、頼む。こんなの不当だよな。しょうがない。市長はシグルドだ。たとえ気に入らなくても、その言葉が法だ。いいな。もちろんだ、市長。従うよ。無礼を許してくれ。聞き入れてくれてありがとう、市長。いいか、まあ、ちゃんと俺が言った通りにことを運ぶんだぞ。もしまた何かことが起こった時には、必ず俺を呼べ。わかったよ。なかなか難しいな。まあとりあえず報告して今回パートは終わりましょう。待ってたわ、エイボル。あなたの決断に感謝するわ。よくシグルドの代わりを務めてくれた。あんなことが起きちゃったけど。お前今聞いてなかったんかい。シグルドが怒りで我を忘れるなんて、前からああだったか。奥誰かシグルド入れたん。彼にも行き詰まったり不安や恐れを抱えることはあった。でもこんな風になったことはないわ。一度たりともね。シグルドのためにも自分たちのことは自分たちでやろう。負担をかけたくない。できるといいけど、ね、今は前に進むしかないわね。まあそういうことよ。リンカンシャーは我々の味方だ。いい知らせだわ。誰と同盟を組んだの？フンワルドがリンカンシャーの大主になり、我々との同盟を誓ってくれた。あのやかましい子が大主に？まあでも助けが必要になったら大声で叫べるわね。はい、お疲れ様でした。終了。パオワオー。これでまたちょっと強化できるぞ。シグルドどっかお出かけか。まあ話もなんか進みそうだけど。同盟地図が見たい。同盟をちょっと進めていきましょう。いよいよ190、もう今300ぐらい行ってるからさ。まあ順番としてはこっちだよね。ヨルビック行きますか。ヨルビックは、ハイサムによればそこにも3人の標的がいる。お、盛り上がってきました。それが事実ならついてるわ。昔馴染みのヨールとリビナがヨルビックに定住してる。ノルウェーでは地位も影響力もあった2人だから、町の政治について深く知ってるかもしれない。なるほど。仕事がはかどりそうだ。じゃあどうする？まあ行こうか。はい、じゃあ次回パートからね、ヨルビック突入していきましょう。歓迎会。ヨールとリュビナの居場所は何かわかるか？新しい町に入るときは港を調べるのが鉄則よ。なるほどな。港の人たちは情報に通じてる。オッケー。はい、そういうことらしいです。ということなんですけど、リンカーシャー、まだね、財宝が4つ残って、謎も5つ残って、収集品もまだまだ残ってるんで、次回パートまでに、とりあえずこれを終わらせてから、ヨルビックに、向かっていきましょうか？ここはまた別のとこなんだ。そうね。まあ、次回パートはま、この辺から再開しますか。はい。まあ、そんな感じのことを思いながら今回パートここで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。